上手は琴ノ若取れませんでした。差し手争いから中に入ろうという秋山の攻めです。入ります。おっと、自ら抜いてもう一度万全の体勢を作ろうという秋山、右の得意の回しを探っています。琴ノ若頭をつけました。もう一度もろ差しを狙おうという秋瀬山、攻め切りました。寄り切り、秋瀬山の勝ち。久々の幕内白星をつかみました。踏み込んだ松鳳山、はたいた、落ちない松鳳山、右を覗かせる秋瀬山、この右が入れば秋瀬山力を出します。それを封じようという松鳳山の左、小手投げ、こらえた松鳳山、小手投げ、返り入幕、秋瀬山2戦2勝。踏み込みは佐田の海ですが、うまく中に入った。これが秋瀬山の相撲です。3連勝としました。秋瀬山突き放して、やはり秋瀬山は突っ込みません。右が、そして左も翠富士取れません。秋瀬山右が取れました。秋瀬山これを取ると力を発揮。翠富士懸命のおつけも一枚回し、足を止めました。秋瀬山自分の体勢になるまでなかなか出ません。秋瀬山、これが秋瀬山の相撲です。秋瀬山左の下手深く入りました。胸があった。秋瀬山有利な体勢に変わっています。翠富士はちょっと苦しい体勢。なんとか振りほどこうという翠富士。これでも出ません。自分の体勢に確実になるまでは出ない相撲を取る秋瀬山。ここから真骨頂、寄り切り、ちょうど1分。秋瀬山の4連勝です。踏み込んでいった豊昇龍、右の回しを引きました。豊昇龍の攻め、残した秋瀬山もろ差し、巻き返した。また秋瀬山も巻き返る。差して争い、足を出しました。ちょんがけに行ったが、秋瀬山どっしり出る。秋瀬山寄り切りました。秋瀬山5連勝。さあ左前回しから行きました。右も取っているか照強。突き落とし、軍配秋瀬山。まずは突っ張りから行って、あっと前に流れてしまいました。秋瀬山初めて敗れてしまいました。踏み込んだのは明生、突き放していきました。左が入って寄り切り、目の覚めるような相撲を取りました明生。中に入って右が入りました。小手投げ、あっと、もろ差し狙いから2本覗く秋瀬山。いや、右四つ、頭をつけています東龍。低い攻め、寄り倒し、右は一瞬覗きました秋瀬山。ただ小手以降が中に入りました。右四つ煽ります。小手以降左の上手、寄り切りました。小手以降の勝ち。2本入りました秋瀬山。いや、上手が寄り倒し、秋瀬山の勝ち。豊山が低い体勢、右を差した。秋瀬山はたき込み、秋瀬山勝ち越し。幕の内で初めての勝ち越し、おめでとうございます。ありがとうございます。いい笑顔で入ってきてくれましたが、どんな気分ですか？泣きそうです。泣きそう、はい、笑ってますよ。いや、本当に嬉しいですね。ね、あの新入幕からその後幕下に落ちて、また戻ってきての勝ち越しです、はい、決まった瞬間どんなことを思い出しました？いや、もうなんか一気にちょっと込み上げてきたのと、あと、うん、そうですね、はい、まあ嬉しさ爆発ですね。そうですね。残りに向けてお願いします、はい。まあ、選手らここまであの相撲取れるようにちゃんと準備して、あと2日頑張ります。よろしくお願いします。本当におめでとうございました。ありがとうございました。
思い切って当たっていった。秋瀬山の攻めだ。中に入った。この差し寄り切り。秋瀬山9勝目。中に入った。網打ち。軍配は秋瀬山、物言いです。執念で最後網打ちを打っていきました。どうでしょうか。いや、この柔らかさで、うわー、どうですかね。決まっているようにも見えますが、手が先みたいな気はするけどもね、どうでしょうね。秋瀬山の足も飛んでますね。行司軍配は秋瀬山を有利と見てあげましたが、協議をした結果、秋瀬山の体がなくなるのと輝きの手がつくのが同時と見て取り直しといたします。取り直しです。張っていった。右を差しに行く秋瀬山、あっと足が出てしまった。勝ったのは輝です。秋瀬山二桁に届かず、秋瀬山の三勝受賞はなりませんでした。まあそれでも返り入幕大健闘、秋瀬山というしこ名をですね、全国にこう知らしめたこの初場所になりました。ただいまの決まり手は押し出し。